2025年にトヨタが新たなヤリス GR の改造版を発表するとの噂が自動車業界で広まっています。この改造版は特にそのスポーティーな外観とパフォーマンスが注目されています。まず、この新型ヤリス GR には大きなスポイラーが装備される予定です。これにより走行時の安定性が向上し、スポーティーな印象がさらに強調されるでしょう。加えて17インチのホイールが採用され、足回りがより洗練されたものとなり、視覚的にもインパクトのあるデザインが特徴となる予定です。外観に関してはよりアグレッシブでシャープなラインが取り入れられ、ヤリス GR のスポーティーなキャラクターを一層引き立てるデザインになるとされています。エアロダイナミクスにも配慮された設計で、高速走行時の空力性能が向上することが期待されています。さらに、このモデルにはターボエンジンが搭載される見込みです。これにより、パワフルな加速と優れた燃費性能を両立させた走行体験を提供し、ドライビングプレジャーを追求した車となることでしょう。2025年の正式発表が待たれる中、このヤリス GR の改造版はすでに多くのファンの期待を集めています。詳細が明らかになるのが楽しみです。